マイです。マイです。モーさんとカズヤンイズナウリブストリーミングドラゴンクエスト X オフラインシャープ10テンマリベンジからドラゴンクエスト X オフラインスチーム。よし。さあ、始めます。こっち寝ちゃいました。すいません。いや、FF14 やる予定だったんですけど、がっつり寝ちゃいました。というわけで今から始めたいと思います。どうも、モスさんとカズヤンで、本日もよろしくお願いします。ドラクエ10オフラインやっていきます。スチーム版でございます。前回はエルフの、カメラルミさんの話と、あれですね。ドワークの話、レアム王国ですね。はい。で、まあ、ドラム王国の、ボスですね。テンマ、ザーバルですね。見事にやられまして、今日はそのリベンジとなります。よろしくお願いします。頑張りましょう。あ、で、一応その王国としては、レベルを、ちょっと上げまして、まあ、全員が、45以上になってますね。はい。で、モスさんは51になってます。3か4ぐらい上げました。で、50になった途端に、あれですね。ベホマラをついに覚えました。いや、やっと僧侶として使えるようになりますね、ここからは。かなり役に立つと思います。で、他に関しては、まあ、順次スキル、まあ、スキルが順調に上がってったっていう感じですかね。で、まあ、ヒューザーも、まずですね、この30のやつ覚えたんです。これ強いですね。これ400、1体だったら400ぐらい当たりますね。4回攻撃。400ぐらい当たります。強いです。なんですけど、まあ、ちょっと今、マイラに、をちょっと入れています。というのは、マイラは単体に関してめちゃくちゃ強いんで、マイを入れている感じですね。強いのがどれだったかな。これかな。これがめちゃくちゃ強いです。これめちゃくちゃ強いんで、まあこれを使ってちょっとテンマやっていこうかなっていう感じですね。作戦としては、テンマ本体ですね。まあ、羽を無視して、もう完全に本体だけ狙っていくっていう感じで。まあちょっとやっていきましょうか。かなりの、あれですね、短期決戦で、やっていかないと勝てないっていう流れですね。まあ勝てたらいいかなっていう感じですね。勝てたら勝てると思うんですよね。レベルを上げたんで、あと、ベフマラも覚えたら、まあ、比較的やりやすくなってんだと思うんですけど、まあ、どうでしょうね。今日初めてのこのイベント見ましょうか。されるものか。
いいよ。生きとし生けるものは全て我が糧。いや、もうひよこの口ですね。明日はお前から食らってやろう。完全なるひよこの口です。さあ、頑張りましょう。我が雲よ、食らい尽くしてくれよ。ですね。まず、モスさんは、スクールキャッチ。多分、キオリもやってきますよね。で、また極力先に使ってみましょう。多分、すぐ切れるじゃん。波動とかやられると、その時点で全部持ってかれるのは、先にもうやっちゃいましょうか。ガラップハンターを加わるのは、はい、行きましょう。むちゃくちゃ。ガラクタの匂い、武器は余白ですよ。スキップゼロン。ああ、いやー消えちゃった。消えちゃうか。そう、どうしよっかな。どうしよっか。そう、先にスクルト使っちゃいますか。スクルト使っときましょう。はい。で、ここで、ティンクルバトンを、ラグアスにしとくかじゃ。で、ロビンさんの得意ノウハウズ、ダメージアップになってる。この状態で攻撃してる感じですかね。で、聖剣バック行け、クラバルの。あ、いいっすね。1400、めちゃくちゃ強い。会心がね、強いんだな、これ。なんで、その辺をかけていきたいっていう感じ。どうしよっか、先にこれやっちゃいましょうか。なるほど。で、ジオスパークいきますね。じゃあ、クワバル。曲、消費です。禁止状態になりますよ。いや、もうやりたい放題な、スクルトとかやんじゃねえよ。回復しましょう、デコイに。聖剣バトル行き来ればな。さて、ここからは、倍賞かけましょうか。安いやるんですよ。王子どうしよっか。王子、ちょっと、モクさん回復しないとダメっすね。モクさん回復しましょう。今回は、ラガースに関しては、ちょっと、補助的にやっていきましょう。じゃないと、ちょっとね、怒る可能性が高いから。強いんですよね。ダストのあの爆発がね。あれをちょっとガッツリ使っていきたいです。聖剣バックでティックワバー。爆発使ったんで自腹運動しましょう。で、王子に関しては、来たよ、ナス。あ、もう怖くないですね。これで、ベフォーマーラー行きましょう。マイさん、聖剣バックでついてくれたりな。よし、来た！よし！いいよ！いいよ！じゃあ、どうしよっか。バイションしてみましょうか。はい。黄色になりましたね。じゃあ、ホイミしてみようか。ホイミ、です。ドルモー狙ってくるね、モッツさんが。ああ、来た！ついに来たか。来ましたね。しょうがねえ。こっからにします。モッツさん、どうしよっか。
いや、スクルトかけてんだよな。スクルトかけるか。いや、回復しますよ、回復しますよ。研究の成果です。ダストンは、どっか、普段かな。どうしようか、経験か。いや、弱えな、やっぱ。いや、バフがかかってないと弱いっすね。レポイミ。どうしましょうか。マックスになってるんで、スクールできますね。OK、入った。よし。さっき爆弾出したんで、返しです。やってやるですよ。王子でコインを示しどうす。いやー、ちょっとがっつり寝たな。そうっすよね。キラポンかけてねえからな。うん。ちょっと待って、デコインがいいかな。よし。さて、どうしましょうかね。いやー、ちょっと待って、使えねえのかよ、もう。いやー、ザメハ行きましょうか。ザメハを、マイス。多分、ラリボーンは一回しかかけてもねえと思うんですよね。これで多分、翼飛んじゃうので。王子はどうしましょうか。デカバラにしましょうか。で、待ってないんで、ザメが出すと。あ、いいっすね。赤くなったね、次に。ダメ。よっしゃ、入った。オッケー。じゃあ、どうしようかな。左に。で、王子は回復ですね。いや、波動使ってきたのか、鬱陶しいっすね。どうしようかな。回復しましょう。さあ、問題はこっからっすね。こっからガンガンプレイヤー死んでくるんで。バイシオン。やっつけやるですよ。耐えろ、耐えろ、オッケー、耐えた。よし。いや、マイユさん、ヒットポイント高いから耐えますね。で、これ見てマイユさん。研究の成果です。そっか、バイソンのやつやるんですよ。OK、来た。よし。はい。よしよし !OK! よっしゃ。いや、5500、もっとくれてもいいですけどね、この強さだと。頼もしくなれたでしょうか。45あれば倒せますね、仲間。モンスターができれば50欲しいですね。デフォマラーがあるんで。うっぷぷぷ
なぜだ。我はかつて世界最強と謳われた。その誇りにかけて、このまま倒れるわけにはいかぬ。この角はあれですね、OT でも見たことあります。いや、かっこいいなぁ、つわばるな。ドゥラ、まだ絶望は終わらぬ。我が呪い、耐えぬ限り。危ないところだった。ありがとうございました。私たち兄弟に縁もゆかりもないあなたを危険な目に遭わせてしまいましたね。クワバルナはどこ？お前のような奴が私の兄だなんてうんざりだ。討伐のための騎士を選ぶのに時間をかけて、そのために何の関係もない旅の者がクワバルナと戦ってしまったんだぞ。ごめん、謝るから怒らないで。僕は兄弟仲良くしたいんだよ。それに戦う人はちゃんと選ばないと。怪我したら悲しむ家族がみんないるから。やはりお前のような甘い奴にドルアームを任せるわけにはいかない。ごめんなさい。ふっ、さあ帰るぞ。父上がお前を待っている。本当にありがとうございました。それでは。デューラーがパーティーから外れた。王子の件の話ももうちょい続いたような気がしたんですけど、王国に帰ってどうなるか。海底の王国。じゃあ帰ります。ドルアームか。やだやさ、消えちゃいますか。4000か。でもレベル上げしたんで金はね、たんまり溜まってると思います。いくらあるっすけど、ちょっと忘れましたけど。何ぐらい溜まってんのって言ってたんですよね。思ってたんですよ。何でもオーリス騎士団に代わりクワバルナを倒してくれると。報告するためラミザ王子たちが先をここを立ち上げに向かいました。さあ、あなたも玉座の前。よくぞ帰った、ラミザ。
ドゥラ、見事クアバルナを倒してきたのだな。いえ、天魔クアバルナを倒したのはあの者です。なんと、それはまことか。クアバルナを倒したという旅人よ、こちらへ参られよ。そなた、名は何と申す？そうか、我が家臣の不始末でそなたには迷惑をかけたようだ。そなたの働きと勇気をたたえ。来ました。太陽の石が、一体何が起こったのじゃ。これは。恐れながら国王様、一部太陽の石になりきれなかった魔晶石があり、それが悪さをしているのでしょう。ではどうすれば。この暴走を止めるのです。太陽の石の力を制御できるのはドルアーム王家の血を引く者のみ。私が止めてみせましょう。それが私がこの国の王子であるという何よりの証になる。無駄じゃ、お前は王家のものではない。なぜ認めない。国のためにこうしてたのでしょう。正しいことをしたと思っているのなら認められるはずです。だが、こう捨てた罪は決して消えない。私の恨みも消えることはない。見ろ、私が捨てられた王子だ。止まれ、太陽の石よ。暴走をやめろ。なぜ止まらない。わしがかつて捨てた子は女の子なのじゃよ。ちいちゃんが多分娘っぽいですね。止まらぬぞ、わしの力だけでは足りぬのか。ラミザ王子も力を貸してください。ラミザ王子王子、王子頑張れ王子。
私たちは。おお、すげえ。僕が力を発揮しました。え、今のは僕の、あれ、ラミザ王子、すごいです。チリと言ったか。わしに顔を見せておくれ。そうか、お前だったのか。すまなかった。あの時わしはお前を手放す以外に国を守る方法はないと信じておったのじゃ。裏が一番絶対ないです。多くの者を傷つけ、この国に新たな悲劇を生んでしまった。わしの選択は間違っていたのじゃ。チリよ、この王宮で一緒に暮らさぬか。亡き王妃はお前を手放したことをずっと気に病んでおった。ありがとうございます、国王様。ですが、王宮の生活はきっと私にはありません。私の父はガタラに住む妖婦だけ。変わり者だけど愛情を込めて育ててくれました。私は彼のように自由に生きたいのです。ラストを選びました。ズル君、どこへ行くの？ブラード国王、暴言の数々をお許しください。私はもう二度とドルワームの土を踏みません。待ってください、ドラ委員長。委員長の代わりになるような研究者はどこにもいません。委員長ならクワバルナのレジエなんてなくても、いつか太陽の石を作り出せたはずです。私はそう信じてます。ありがとう、シリ。デラよ、そなたにはこれからも王立研究員の王者であることを命ずる。ドルワームのため力を貸してほしい。はい。そしてもちろん忘れてはならぬ、見事天魔クワバルナを葬ってくれたドルワームの英雄の活躍を。そなたには褒美として金のキーエンブレムを与えよう。オッケー、これ全部揃いました。モンスター金のキーエンブレムを受け取った。また今後は水晶球の中にあるドルワーム鉄道駅の利用を許可しよう。そなたの旅に大いに役立てるがよい。ドルワームに平和をもたらしてくれた全ての者たちに感謝する。そなたたちの未来に明るい太陽の光が降り注がんことを。テーマを討伐精神。ソロアプリ、そうです。話せます。
ウーライン長を追い詰めた末の頑張り、今回間違いだったけど、ゲッツ。でも僕のその気持ちは分かるはず。今度本当にこの国は救われたので、彼ならきっと末永くこの国を守ってみせる。わしは何も見なかった。聞かなかったです。チリは親不孝のわしの娘。今までもこれからもそんだけです。娘って言ってますね。いいっす。じゃあ、こっちはヒューザーに行きますね。そう。ヒューザーがグループ攻撃に関しては長けてる。まあ、道中に関してはヒューザーが役に立つと思うんだ。バスかダストの優勢は捨てられた王家の姫だったから。まあ、ダストは王族だろうが何だろうが気にしないだ。当たり前ですよ。そんな安っぽい価値観なんてわしにはどうでもいいです。組み合わせで、あれです他の仲間を買いに行くと、っていう。ですね。じゃあ、ちょっと、フーラの機会を見てみましょうか。フーラ。フーラ院長さんとラビドンさん、そしてチーさん、これからも仲良くやっていつもですね。ダスコンさんは寂しい？あんな親子の娘はどこへも行って好きなことをしてればいいんですよ。やってくださいよ。さあ、王の部屋。あ、ここなんもない。あ、奥行けますね。奥に行ける。だからありました。はい、家の終わり。最後に。ちょっとマリーさんに装備買ってあげたいっすよ。遊びは大丈夫か。マタドールとゲームか。ゲーム装備があるんであればゲーム装備を優先させたいところです。ただキーエメル10個揃ったんでこの状態で装備の更新があるかもしれない。なんでこの辺は期待しつつ。行けなかった扉は行けるようになってるね。うん。この辺がね、結構あります、ね。はい。黒竜丸ペアコイン。一通り行けなかったけど、見て、感じですかね、扉。ソードプレイが始まるっていう流れだったかな、そうですね。下の階ってわかるか。前に駅に行ったから駅はスルーでいいっすよ。下に降りて、まあ、やっぱ院長室にクエスト発生してるの、あれがエピソードプレイですね。行けてなかったっす。あ、そうっす。じゃああとは宝物庫とかですかね。これ多分行けてなかったですな。オッケー、ゴールドストーンは無理です。ドラゴンの顔。魔法の盾。
じゃあ下に行きたいんだろうか。で、作成室。お、こうじゃねえのか。あのさ、ちょうどいいところに来てくれました。あなたの見込んだお願いがあるんです。お願いというのは王立研究院で院長を進めるドゥラ君のことなんです。いつだかで太陽西の暴走事件があった後からずっと思い詰めた顔をしてるんです。何か思いを、悩みを抱えているような、ドゥラ君の父親、友達とこの国に留まっています。あの事件のこともまだ引きずっているのかもしれません。でも王子である、僕が偉そうに声をかけるのなんだかはばかられて、それに、モクサンさんは知っていますか？で、マクアバールナが死ぬ直前、ドゥラ君に、呪いにめいた、言葉をつぶやいていたの。僕、そんな不思議な話を耳にしたから、ドゥラ君のことがもうすぐ心配なんです。なんとか彼の力になってあげたいんです。お願いです、モクサンさん。ドゥラ君に話を聞いて何か悩んでいるようなら彼の助けになってあげてくれませんか。ドゥラ君はこの塔の反対側の建物にある、王立研究院3階の院長室にいるはずで、どうかよろしくお願いしますと。うん。多分エピソードクエストの完全に、ドゥーラの話。どこが行けてなかったか覚えてねえな。出てくるってことは、ここは来てない。あとは、救護室だった。なるほどね。まあ、チリとラミザも仲良さそうな感じでした。プラチナシール。来て下から上に上がった感じですか。ここは来てるか。だから来てる。地質もさすがに入れてるんだよ。あ、来てますね。じゃあ、ここから上に上がって、さっき言ったんですか。中央。スコーピオンテイル、来ました。スコーピオンテイル、爪かな？で、マリーさんですか？どうかと。じゃあ、これで終わりにかな？あ、ここ行ったっけ？あ、ここですね。じゃあ、これで、セーブをして、あそこかな。グレンに行けるんですか。
じゃあ、ブレに飛びましょうか。マークがついてるんで、こっちはいいっすね。こうやってこうか。ビビー、見て見て、キーエンブレム全部揃えたよ。だから何？私たちはできたんだよ。願って、希望を持ってやり遂げたんだよ。遅いな、天才の私には到底かなわないわね。遅い遅い。おう、え、私は天才よ、歴代最強よ。できるのよ、できたのよ、冥王の心臓に負けないはじゃぶね。このフィーフィーがハジャムネを作ったの。できたじゃない。天才だから。できた。ハリセンボンの春菜はどこ行ったんだ。あれ声ハリセンボンの春菜っぽいっすよね。すごいミーミー。メガネかけてる。天才。確かに顔がそっくりっす。そういう役なんだね。なるほどね。ああ、じゃあ、春は完全ちょい役だな、もう。よく来てくれた。出てこねえってことっすか。フィーフィーは頑張ったぞ。別人のように修行に打ち込み、無事、はじゃ舟を作り上げたぞい。わしからはもう何も言うまい。お主がネルゲルを打ち滅ぼすことをただただ祈るのみじゃ。さあ行くがよい。ランドン山脈の山頂でフィーフィーがお主を待っておるぞ。頼んだぞ。わしはお主の力を信じておるからな。ネルゲル、おそらく、推奨レベル50だと思うんですよね。まあ、テンマと同格か、まあ、強い可能性は、まあ、高いですね。テンマよりは強い可能性が高いんで、まあ、ラストダンジョンでレベル上げできればいいっていう感じですかね。48、47ですか。奥さんに関しても52あるんで、もう、まあ、全然大丈夫。キア、ちょっと見てみましょうか。キア、海町じゃねえ、ダメかな。あ、上位町じゃねえ、ダメ。でも上位町ちょっと一回見てみます。じゃあ、コンクリートとか、ガートン。コンクリート、ガートン。まあ、これで武器の更新がなかったら、今の装備に行くしかない。一番赤い勢のどこ？もう行け。助けて。とりあえずまず行き。ああ、ないっすね。
方針はなさそう。あ、でもマリーさんとかとそういう持ってみたいとこですけど、そっか、なんか武器がねえのか、だからいいのか。あ、防具屋ちょっとチェックして。あ、もう分かりづらい、こっちっすね。上がりますね、シテップ。上がんのかい。魔法装備、装備できるのか、マイエさん。新刊の方を下。162か。ああ、じゃあ何でもいいんだ。守備力素早さ。装備買ってあげましょうか。して足が悪かったですか。プラス必要かな。じゃあ5万ぐらいにしていこう。もう一回まあ武器が買ってないとしたらフーラさん、次あ、大丈夫っぽい。購買先見とこ、商売を見てきて、はい、はい、はい、いや、持ってなかったんだ。よし。まあ、魔法使いと賢者が愛用するだから、この辺を買っていければいいっすよね、皆さん。悲しいですね。魔法師の子供、ジョーは持って、頭か。頭が上がりますね。うん、で、あとはマイラさんで、マイラさんどうしよっか。はい。あ、このやりだと素早さが11しかないんです。こっちだと15は、こっちの方がいいかもしれないです。まあ、剣法技。剣法技だと162なのか。こっちの方が強いです。あ、素早さが高いんだ。なるほどね。はい。こっちの防御が高いんで、こっちでいっか、とりあえず。うん。まあいいですね。こっちは下がるんだ。装備してんだ。頭は上がるな。頭は上がりますね。ああ、そっか。あれか。はい。ゲームの動画。ゲームの動画が強いっすよ。なるほど。じゃあ、これでいいっすね。オッケー。これ準備は完了しました。よいしょ。
助けて、精密してるとこだけど、ひな鳥ニワトリ。よろしい。いや、鳥はなんとか倒せましたよ。いや、強かった。マジで強かったわ。じゃあ行きましょう。ひな鳥ペンギン。行きますよ。ラストダンジョンになると思います。場所は、ランドオフの山頂、山頂付近。前回3、4回ぐらい全滅しました。それで諦めて、で、まあ、レベル上げてなんとかなんですか。あ、いた。あ、聞きましたね。あれさ、ハリセンボンのハルカス。喋るかな？あ、喋んね。お待ちしておりました、モンスターさん。ハリソンネを呼ぶ準備は整っております。さあさあ、どうぞ、ヒーヒーに声をかけてください。最後は溢れる若き恥は失礼し。待ってたよ、モスターさん。はしゃぐねをよく準備はできている。本当にこのまま冥王の心臓に行っていいのね。はい。喋るか、ハリセン。それじゃ、行くわよ。喋んねえ。あれは…おっと、来たね。これ、あれ、過去のやつです。はい。久しぶりだな。エリジだ。遠い約束。いや、友情に応えて、力を貸してやるとしよう。ちょっとイベント追加されてますね、僕ラインで。この子は僕と真逆だな。才能はあるのに思い切りが悪いんだ。失敗することばかり考え、一歩も動こうとしないから、歯がゆい思いをさせられたよ。さあ、我が一族の力、また存分に使ってくれ。来た、スワンゴン。来ましたね。達成。どうかしら。やっぱり、このスワンちゃんが最高のハジャブネだわ。フィーフィー、よくやってくれました。喋った、あるな。冥王の心臓へ向かう前に一つだけ、お話しさせていただいてもよろしいかしら。冥王ネルゲルはかつてあなたと父祖エルジュが戦ったレイダメテスより生まれいでし存在と聞き及んでおります。あるな、棒読みだぞ。すなわち冥王ネルゲルの討伐は我ら四術師にとっても500年越しの悲願。どうかよろしくお願いいたします。じゃあハジャブネが動くよ、念じて。どうかお気をつけて、ご武運をお祈りしております。
あ、来ましたね。冥王の心臓。だから開いてんだ。これあれか。過去のやつの宝引き継がれてんのか。シンデレラミスは滅の要素にたとえ発売されても長く年月を経て、姿と形を変え存在し続けるであろうって。はい、レイラミテスの、あれですね。姿を変えたバージョンとかですね。ドルモード乗れませんと。いますね。マポレイ。やはりぶち切れてるじゃん。いや、ぶちかましますね。行くぜ、覚悟しろ。やりやがれ。はい。いい経験になったぜ。いいね。あれ、ちょっと経験値少ねえな、こいつ。こいつは戦わなくていいっすね。で、ベホマスライムは、多分討伐になってるよね。と思ってるからいい感じじゃない。どう？ついにここまでたどり着いたか。今々しきエテーネの生き残りよ。やはり貴様たちエテーネのためは、この冥王の野望を脅かす危険な目であったな。だが、我が巨匠、冥王の心臓に乗り込んでくるとは、愚かなこと。貴様がいくら力をつけようと、この死が支配する世界において、我は無敵。さあ、早く我が玉座まで来るがよい。我は貴様の訪れを歓迎するぞ。オッケー、頑張りましょう。喋んのかな。お、来たね。やっほ、エテーネの村の人。こんなとこで会えるなんてすっごい偶然じゃない？で、私ボケてるんですけど、どうして突っ込んでくれないの？そうか、そうか、芸人でした。ここ、冥王ネルゲルのアジト。死者の魂が集められて、奴の魔力として吸収されちゃうような場所よ。そんなとこで再会したんだから、偶然なわけないじゃんか。もしかして、あえてスルーすることで、私の突っ込みを誘うボケ返し。いつの間にそんな高等テクを。恐ろしい子。さすが私の姿を受け継いだだけあるわ。これならいくらネルゲルがパワーアップしてても問題なさそうね。そうなのよ。あいつってばずっとこの冥王の心臓にこもって魔力を蓄えて前よりずっと強くなってるらしいの。このままじゃ全ての大陸が封印されて笑いの一つもない暗黒の世界になっちゃうんじゃって心配してたんだ。でも君が来てくれたなら安心ね。磨き上げたお笑いセンスでネルゲルを笑い地獄に叩き込んでよ。ありゃりゃん、ここじゃ長いことこの姿のままでいられないみたいね。いやいや、今のモスさんは僧侶をやってるんで、お笑い地獄にはできないです。私の可愛いプリティフェイスが見られなくなるのはショックだろうけど、気を落とさずに頑張ってね。今の人は、そうか、あの人があなたに、そして世界に望みを与えてくれたのですね。なんで王子だけ喋ったんでしょ。とりあえずあっち行ってみましょうか。なんもあった、あったな。よし。
二の島か、そこ？あ、これ話できるか。いやー、広いっすね。落ち着いて挑みましょう。いやー、三体出てきたよ。どうしましょうか。ビッグバン行きましょう。全員切れた。モンスターのとりあえず帰っていった。で、ダストンは、どうしよっか。いや、温存しとかないといけねえんだよ。どうしよっかな。出さられないっすね。ランドあたりにしときましょうか。いやー死んだ。上強いね。煽られる。どうしようかな。じゃあスタンショットしましょう。どうぞ。いい経験になったぜ。どっからありそうだけどないです。よし。賢者の説。セーブがどこでされるかっすよね。入り口からだと、宝の回収した後一回戻った方がいいかもしれないです。全滅するのを想定して。わあ、いるね。いるなぁ。やるか。やりますか。ギガントヒルス。いいでもいいっすけど。やってやるんですよ。いくぞ。あ、反対だって。そうっす。めちゃくちゃ強いです。バイシオン。そっか。やってやるですよ。行くぞ。来たね。使えば倒せますけど、そっか。うわ、1体で4200。うまいっすね。こっちに宝がありそうだけど。せーの、こいつ。ねえわ。すげえ来てるよ。
ゆっくり戻ってます。よいしょ。はい、これ3の指紋。よし、戦っとくと思います。魔性。こんなのもあります。ピラージャブ。こんな感じです。これは倍賞かけてないと微妙かな。カマを持ってるとリーパーと同じタイプです。おっと、やばそうなのいますね。やばそうなのいるな、あそこに。いやー、ちょっと余計なのくっついてきやがったよ。うわー、あれは余計なのな。こっちなんだ。いやー、使いたいけど貯めておきたいってのもあるんだよね。そっか。僕が勝機です。全体攻撃役に立つんです。いいぞー。さすが使ったら1回でもいいかもしれません。全開して。ランドインパクト、ワンショット。いや、強えの、ダストンのあれめちゃくちゃ強えよ。オッケー。相手にもならねえな。正解でしょう。一旦登ってみますか。かなり気になる宝箱ある。はい、じゃあ宝があるんであれば登っていくか。いやー、これ狭いっすね。これ狭いわ。オッケーオッケー。ってことですかね。どうなってんの。はい、行き止まりになってんの。じゃあ本当に宝があるんで、
ドラゴンだね。ねえ。あ、高いっすか。バザーとか売ってないっすね、多分。ビッグボーン。てもっとザラキ。あぶねえ。いや、怖えな、ザラキは。マジ怖え。マジか。こっちが宝っぽいな。こっち。ここは何もねえと。こっち。まあ、宝あるでしょ。うわあ、ちょっとギガンテスだ。うわ、ちょっと待って、ギガンテスかよ。いや、一応ちょっと満タンにしとくか。満タンにして、行きましょう。来たね、ギガンテス。どうしよっか。一発食らわしてみますか。めちゃくちゃ強いっすね、やっぱ。インクルバトンを投げる。ドラフトハント。ガラクタの匂い、無気力余白ですよ。オッケー、聞いた。じゃあバイションでかけといてやるか。やってやるですよ。いやー、まだ指導だ。強いっすね。一品して、バイスを引く。やってやるですよ。よし。行くぞ。この程度。いやー、インキ持たねえな。オッケー。狙いをしてきやがれ。丈夫ないだろ。死んで寝覚めてさ、冥王の卵なり、死の魂を食らい我らの王を生み出した後、神殿は王の宮殿となるだろう。もう産んじゃったんですね、冥王ですね。いやー、狭いって、あそこは。見てんのかな？これすんなり逃げれるんです。
あ、こんなとこに宝がある。あ、進行だな。うわ、いるね、トロルが。トロルがいるわ。こっちよ。ほら、さっきのが違うな。え、人がいいじゃねえか。え、その階段は何もない。あ、さあ、多分戦ったこともない。魔王全力を尽くします。反対なんだ。あった。やってやるですよ。回ポーズしてきそうです。ドロップアタック。はい、失礼。経験値うまいね。キレが増したみたい。ちょっとできるようになるセットしといたんです。15あるんで。ロイヤルスキル、ちょっとスキルってね、上かグランドネビラすごいのがあります。どうしようかな。この辺も欲しいんだよな。ブレス系。使って暇がなりなさそうだけど、まあ、あったらあったで。いいよ、見つけて。それはこれでいいか。ダストンが、ガラクタスキル。これかな。これにしてください。マイユさんが、8。力を上げたいんです。たまにカウンター。気をせないと絶対無理です。ちなみにトロールは、討伐モンスター、トロール、戦ってねえわ。やるか、じゃあ。マックスだと強いっすね。めちゃくちゃ火力上がる。ビッグミラーです。
忘れたんだけど。行くぞは宝かな、もしかして。うん、ぽいっすね。あれか、レイダメですとか、あれ。3つの敵を倒したところですね。あった。朝飯前だ。すぐ逃げられるのがいいっすね。こんなに逃げられないっすよ。私のドラクエ。これもあれか。ついた感じですか、もしかして。この時点で戻るんだったらこの時点か。あ、ついたね。つい来ましたか。ちょっと待って。天石。あれ？これ見てるね。あ、そっか。ここも敵ね。ここはすげえ気になるけどな。なんだろうな、ここ。メタル系とかですか？円形が混じってると思うな。あ、そう、気にしなくて。じゃあ、ここで。じゃあ戻りますか、じゃあ。まあ、どこでもいいんですか。宿屋が近いと。これでボスに特攻してダメだったらレベルアップです。万も溜まってる、すごいっすね。こんな一瞬で2万も貯まるもんだ。でも道中の敵は全部逃げればいいです。そしたら勇気を持つ。山頂。ゲルの討伐は我ら四術師にとっても悲願、どうかよろしくお願いいたします。感情こもってねえな、あるな。どうかお気をつけて。
ご武運をお祈りしております。毎回このイベント聞かねえとダメなんだよ。あ、スキップあった。あった。オッケーオッケー。このダンジョンは楽っすよね。あれ、バージョン2の方のダンジョンの方がしんどいっすよね。あそこは結構な、ボリュームありますもん。さあ、オフラインだとこのダッシュがあるから、結構すんなりはいけそうな感じですよ。オンラインだとダッシュがない、騎乗ができないんで、結構しんどいと思う。ロックなんでしょう。ねえのか。あ、そうか。いや、これはもうしょうがないです。わしはガラクタでも預けましょうかね。いけるか。いや、ノーセント普通にいけますよ。いや、これ楽、便利っすね。ちょっとトイレに行ってから開始します。できますね。ただいま。じゃあ行きましょう。宝ないですよね。ないっすね。オッケー。冥王の玉座入り口。さあ、緊張してきた。いやー、一回できればいいけどな。どうでしょうね。しかねたぞ、エテーネの生き残りよ。この冥王に己が魂を捧げるため自ら現れるとは、良い心がけよな。わざわざ待って。これは…どう？何ですか？こんなもん、いらねえですよ。嫌な予感がしたのはこのことだったのですか。おじい、くそ、びくともしねえ。
その冥府の爆鎖は死者たちの怨念で編まれたもの。聖者には決して解くことはできぬ。お、ああ、さっきの芸人のモッサーですね。うん。こんな怨念で作られた鎖なんか、私にかかればポポイのポイね。笑いの力で浄化しちゃうわ。もう性別男にしたはずなんですけど、この声がね、私とか言ってますか？だから君はネルゲルを倒すことに集中してよね。レンダーシアを封印から解き放ってよ。そしてレンダーシアで私の、よもや霊魂が我に逆らい冥府の爆鎖さえも解き放つとはな。珍しいものを見せた。だが貴様ごときがこの我を倒そうとは片腹痛い。冥王とはあまねく死を滑る者。そして生きとし生けるものは全て死からは逃れられぬのだ。OK、来ました。冥王ネルギ。死して我が軍門に下るがよい。ああ、どうしましょうか。まずは飛ばしたいっすよね。百戦錬もいい。はあ！食らいやがれ！百戦錬まぎり！はいだ。で、モッサンに関しては、スクルト。で、ダストンは、ガラクタハンター。オッケー、ピヨった。よっしゃー。王子。王子どうしようか。攻めますか、王子。ダメだね。いやー、これ、だったらマリーさんの安定しそうな気がするけど、まあ、ビリバルブレードあるから、ビリバルブレードあっていくか。で、モッサン、ピンクルバトン、ラグナス。で、バイジオン、かけたいとこですが、そっか。さあ、バイジオンさ、かけますか。で、ヒューガーにしておきましょう。じゃあ、王子にしておきましょう。これでいいっすね。いい、2回攻撃耐えたね。オッケー。じゃあ、ジゴスパークいきましょう。が正気です。ビリバリブルー、これがマジで強いです。回復性があるな。バハンターでもいいけど、どうしよっかな。どこに行くかに入っていいだろうな。だからもうジバルンバのです。いやー、こっちがルカナンやってきやがって。しんど。行くぞー。お、第一形態変わった。
くだらぬ。あ、そう、あれか、モーブが出てくるのか。ああ、データベリアル。マジか。ここでこいつらが出てくるのか。デフォマラー買ってこいって。ガラクタハートどっちかかけましょうか。でビリアルが絶対強いはずなんで、ビリアルをピオラスでいきましょうか。ガラクタの匂い、麦は良かったですよ。すげえビリビリきてますけど。そっか、じゃあ攻めましょう。はい。いや、爆弾が発動したわ。ネウリュウにかけたはずなんですけど。どうしよっかな。アークデンをさっき倒した方がいいのかもしれないですね。ビリアルが多分ヒット率高いと思うんですよね。ダークデモン狙い。あ、もう赤いっすね。じゃあ。これ、ヨナズン使ってきそうなんですよね。じゃあ、ジバルーンバカってこいて、で、王子がサミダレギリーン。いった、よし。ギリバリブレイク、ドーム。ああ、いったあれか、天使でも勝っとくか。念のために。で、ここに関しては、そっか、バイシオンしとくか。バイシオンを、言うじゃなくて。やってやるですよ。行くぞ。ちょっと待って、全回復してんの？いやいやいや。全回復ではないか。節約しましょうか。まだまだ長そうですね。回復。大丈夫そうですね。バイシオンをラブしてやるですよ。ここに行ったっしょ。よっしゃ。よかろう。我自ら刈り取ってやる。さあ、こっからですね。だったら別なくてやった方が良かったっす。いけなくてちょっと。どうしよっかな。パパパパ爆弾ですね。いくぞ。残しとくてんだよな。燃え上がるな。うわ、来た。ロスカタッピー。デフォマラー。どうしましょう。いやー、これ回帰しといた方がいいよな。回帰しとくか。あぶね。やっといてよかった。そうっす。やってやるですよ。王子は攻めましょう。
あ、ちょっと、モスさん立ち上がれないっつってんの。うわぁ、勘弁してよ、もう。いやぁ、でもこれ使うか、しょうがね。これはいらねえです。思い上がるな。なんで薬草を使って切れるんだよ。いやぁ、しんどいな。ロストアタック、もうちょいです。ナイスタイミング。いや、奥さんが僧侶をやってることでだいぶ安定してる感がありますよね。戦闘が。バイションやってやるですよ。回復したいとこっすよね。冥界のもん。でっけえな。あう！いや、つえー、マジか。いや、天使かけといてよかったよ。あ、この飛ばしていきましょう。すげえわ。どこまだ。思い上がるな。手抜いてる場合じゃないです。お、ショックを受けてきましたね。これでかいっすね。残しておきてえなぁ。よし。どこ当たってくる？で、ここをどうするかっすね。天使使っときましょうか。いけると思うんですけど。行くぞー。ああ、オッケー、行った。よし。これ第一形態ですよね。ぬぉー。バカな。エテーネの生き残りごときが、この冥王に膝をつかせるなど。だが、まだ倒れるわけにはいかぬ。全世界を闇の封印に落とすという大網があるのだ。大いなる闇の根源よ、我に力を与えたまえ。供物としてこの身を捧げようぞ。でかい。来たね。ゴリラに変化した。大イケメンだったね。全てを知り、奇跡者。イケメンだったのにごっつくなっちゃった。今こそ力を貸しましょう。私の作り出し、降臨の上は戦いを待つしなさい。体力も回復してくれるとありがたいんですけど。さあ、来ました。ね、ねじゅう。絶望しろ、恐怖を叫べ。あれ、これどうすりゃいいんだっけな。これ多分、右手とか。死を持って、その罪をあげない。右手とか左手とかあるはずなんです。いや、
そうですよね、あるよね。いや、本体ゴリ押しの方がいいのかな。まずやってみないとわかんないっすよ。ねえ、耐えた。強いっすね。いなり強えよ。いやー、どうしましょう。で、入れ替えがこのタイミングでできる。バトル中でも入れ替えでスタンバイと入れ替えることができますと。入れ替えたメンバーそのターンは攻撃できませんと。MP なくなったら入れ替えましょうか。ポイムを覚えてないのがちょっと厳しいですよね。バイシオン。やってやるですよ。ちょっと食い込んじゃねえ。ふざけんなよ、クレーマ。いいっすね。いいなぁ。打撃完全ガードになってますね。ああ、ちょっと待って。それじゃこの時点何もできねえじゃん。じゃあ左腕、右腕で先にやんねえダメなのか、やっぱ。いや、しんどいっすね。ジバルーンがさっきかけましたよね。バイシャン、ポーズにかけようかな。やってやるですよ。耐えた。うん、オッケー。いや、きれい。はぁ？入れ替えましょうか。入れ替えで、マイヤさん入れ替えます。ちょっと、勝手にしてみてください。で、トレビュー止まろう。いや、無理だよ。無理だよ、あの2回攻撃。ザオリと覚えてました。ザオリと書きました。で、はいです。聖剣爆撃を。狙っていった方がいいんですよね。どっちがいいんだろうな。どっちがいいのかわかんないっす。ルーティやってやるですよ。流星群。でな。いや、耐えれねえよ。てか、マリウさんがあれで倒れると、誰も耐えれねえぞ。
って言ってもらう。消えたし、最低ですね。あ、でもちょっと黄色になったな。じゃあ、腕自体はそんなに強くねえのか。腕を倒したら楽かもしんねえ。ダメですね、回復しました。カードだったら全然やってくれて OK です。同時に配信。耐えろ。耐えろ。いやー、ダメだ。ダメ、王子が全然攻撃でいいね。ザムラで出す。オッケー、入った。よし。あ、これでも2回攻撃でやってくるかな。じゃあ、ザオリを返して、ゲートもらって。この間こっち狙いましょう。テンションが全然たまんないっすね。はい、どっち。ベコマラ、ベコマラ。ベコマラ、ベコマラ、ベコマラ。いやー、これ MP 持つからな。MP 持つから、心配ですよ。あ、黄色になった。来たね。仕掛けるか。いないんですよね。メラゾーマ、誰か知らない。あ、来た。エゴマラ二人いんだったら、これで安定しそうな気がしますけど。こういうの。よし。来た、クイーンオンアブ行きましょう。勝利を手に、いざクイーンアブハンド。ここは、切れそうなんで、バイシンをかけて、やってやるですよ。あ、こうなったら、ベフマラドです。王子は攻撃しよう。行くぞ。いや、そっち狙うなよ、もう。ベコマラ。定剣だ。よいしょ。ああ、そう、配信が出てほしかったっす。切れそうではないっす。じゃあ、回復しとくか。いや、いったな。生成が20あるから、この辺を。回してる感じっすか。分かっつった。バージョン2にも節約しとかないと。あっちの方が絶対やばいっすから。赤になりました。もうちょい。T。爆弾行きましょうか。爆弾行きましょう。行くですよ。よく耐えたな、今。ああ。いやー、畜生、ここで死んだか。ザオリク。
やるですよ。いやー、ちょっと王子が死ぬの痛いっす。あ、倒したわ。倒した。オッケー。倒したよ。オッケー。いや、これ王子だけ経験値入んないっす。しょうがないっすね。強くなるなんて屈辱です。いけるもんです。じゃあ、あとエンディングを見てみましょう。ことができて満足か、エテーネの生き残りよ。だが我を倒しても我を生み出せし闇の根源が断たれたわけではない。深き闇の根源よりさらなる最悪が生まれ落ち、この世界に滅びをもたらすだろう。これがあの DLC バージョン2に向けてのセリフ。逃げてる逃げてる。もしやこのサイズだと可愛いっすね。頑張れ頑張れ、避けろ。これでみんな落ちちゃうんだ。あれ、これ姉さんか、姉さんだよ。冥王ネルゲルを倒すとか言い出して最初は夢見がちな人かと思ったんだけど、
本当にやっちゃうなんてね。これはこれで新しい芸風として成立してるのかも。うん、役者の道は奥が深いわ。あれ、なんか性質が変わってんだよ気のせいか。とにかく誰も見てなくてかわいそうだから、せめて私が褒めてあげるよ。よっ、エテーネの村の人、えらいあんた最高あー、じゃあ、あれさ、このあの、美容師で、この髪型をこれに変えたんですけど、これが、あれが女バージョンだったってことですよね。それはさておき、実はどうしても君に伝えておきたいことがあってさ。それで、ちょっと戻ってきたんだ。じゃあ、ちょっとこれエンディング見たら、一回髪型変えましょうか。どこに戻したいっす。私には一つの夢があってね。そう。レンダーシアで開催されるワールド園芸グランプリで優勝すること。あ、言っちゃった言っちゃった、夢とか語っちゃって恥ずかしい。なんで優勝を目指してるかって、そりゃ憧れのプクリポ名優パノン様が優勝を逃した大会だからよ。こうなったら私が優勝してパノン様の敵討ちを果たすしかないでしょ。でもいくら私がイケてても今のままじゃ予選も通らないってのは分かってるんだ。センスだけの演技って結局浅いのよね。ワールドクラスで勝つには経験と知識に裏打ちされた演技が必要なのよ。それにはレンダーシアに伝わる伝説のアクター極意書全5巻を手に入れて実力をつけなくちゃいけないの。アクター極意書全5巻で、物は相談なんだけどさ、死んじゃって夢を果たせなくなった私の代わりに君やってくれない？ああ、返事はしなくてもいいよ。君の気持ちはよくわかってるから。っていうか、言いたいことを言ったら満足しちゃったな。これでもう心残りはない感じだよ。さて、そろそろ私行くね。とっくに出番が終わってるのにステージに居座り続けるのって寒いし。でも私の姿だけはこれからもステージに上がり続けるのか。まあ、大切にしてちょうだいな。じゃあね、もう一人の私、君がこれからも面白おかしく生きていけるよう祈ってるから。スワーが飛んでる鳥になった。大丈夫？ここは原田に演じさせるのはかなり荷が重いんで、このヒーヒーっていうのを作って、あれさ、声優さんを当て込んだんでしょうね、これ。さ
さすがにこう感情こもってるのってやばいっす。外から見ていたら突然冥王の心臓が震え出し、ただならぬ様子に見受けられました。そこでフィーフィーが駆けつけたのですが、間一髪でしたね。間に合ってよかった。しれっとセリフあるんですね、あるんですこれでエンドロールでしたっけね。おう、オッケー、バージョン1終わりました。お疲れ様でした。時間早いんで、この後パートを分けて、バージョン2やり、少しだけかじりましょうか。少しかじりましょう。で表現されます。いやーよかった。まずマジでまず天魔がです、ね、倒せたのがまず、ね、よかったです、ね。ネルゲルもその勢いでネルゲルもなんとか倒せた。やっぱ回復しといて正解でした。意がなかったでした。あとバージョン2のラストダンジョンも噛んだような感じになると思うんです。ボスの目の前まで行って一回回復し戻ったが多分だと。ただバージョン2の敵って逃げらんなかった気がするんですよね。それがちょっと心配ですね。そうするとやっぱ MP は消費しちゃうから、もう清水とかをガブ飲みしてるしかないかもしれないですね、もしかして。逃げらんなかったイメージです。バージョン2で気になるのはあれですね。ピラミッドとかあの辺がコンテンツとして残ってるかっすね。たら面白いっす。あったらその辺ちょっとやり込みたいところがある。あれか、アクセサリーが、ぐらいはないからもしかしたらないかもしれないです。ピラミッドとか、魔塔とか、あの辺はないかもしれないです。あくまでシナリオだけを作ってる可能性はあります。4200円なんで、そんながっつりコンテンツを入れ込んでくるとは思えないです。バージョン1でもまあ全然やりクエストも残ってるし、やり込み要素がんがんあるんで、まあ、どっかでそれまあ随時やってる感じでやっもうやあれしましょうか。オンラインの方もどっかでやりあれその戻りたいって。まあ FF4 とか落ち着いてからだ。
FF14 は今強くてニューゲームをやってるんで、まああとひよこさん2人で、メインクエストとかまあいろいろ最新のバージョンもやってるんで、まあそっちまあ頑張りつつ、他のゲームも頑張りつつ。強くてニューゲームは、まあできれば 3.0 まで頑張りたいですね。14の、強くてニューゲームは 3.0 までよくよく頑張りたいですね。まあ間に合わないでしょうね。先に多分FF16 が出るんで、まあ16が出たらもうそっちに多分集中すると思います。まあ FF16 に関してはかなりやり込む予定ではいます、ね。あのところ。ゼルダのティアキンもそうですけどね、クリア後もちょっと楽しみたいですけど、まあ、そうやってると他のゲームができなくなっちゃう。時間が足りないです。何本売れたんでしょうね、ドラクエ10オフライン。なんか初週に20万本がどうたらとかがなんかどっかで見た記憶があるんですけど、それ以降は知らないんです。まあ、DLC が好評みたいなんで、あれですね、それでまた売り上げが上がっている可能性はありなくしもあるんです。YouTube の広告とかガンガン出てきてますよ。ドラクエ系のプライムCM 流れてますよ。これレイダメですね、やつか。そうですね。ダメ、この子供。これがガートランというやつか。はい。マリアンでしたっけ。バイです。はい、サンフォーティンのリセボコです。あと、イダです。これ、イッポか。イッポと、このおっさん。で、おうち。で、剣も加わる。差が出てるからこれで終わりかな。この人はあれか、オフラインのプロデューサー。はい。無事に帰ってきたんですね。この人どうなるんですか。私たちは再び山頂に戻って冥王の心臓の様子を見張っておりましょう。
それでは道中お気をつけください。はい、声優お疲れ様でした。ホールが来たんだよ。おお、ここにおったか。すっかり探してしまったぞい。お主の顔を見ればわかる。ついに冥王ネルゲルを倒したようじゃな。本当によくやってくれた。これで奴に滅ぼされたエデーネの民たちも浮かばれることじゃろう。だがこれでお主の旅が終わったわけではない。冥王ネルゲルは滅んだかもしれぬが、今もってレンダーシアを包む闇の封印が解かれる様子はない。だがかの地への航路もいずれ復活しよう。お主はその時に備えてさらに腕に磨きをかけておくのじゃ。レンダーシアにあるグランゼドーラ王国、かの国の王女こそが覚醒した勇者なのじゃ。お主には姫君の手助けを頼みたいからな。さてわしもこれからいろいろと忙しくなる。そろそろ立ち去るとしようぞ。では今はしばしのお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、次はエンダーシアの地で会おう。はい、オッケー。冥王手仕事。どう次のバージョンの説明一切出ないと。どっかに出るんですかね。これか。キーエンブレム集めるじゃと言って去っていった。最初っす。特に何の全くのヒントもないです。まあ、場所はわかるからいいんですけど。ちょっとまず、髪型を変えていきます。性別をね、男に戻したい。なぜか知らない間の女になったんで。マジで意味わかんねえ。やべえと思って。もう金には困らないんで、ガンガンあれですね、見た目変えることができます。オンライン、あれだ、オフラインに出てあるんです。金がすぐ溜まる。よし。誰が変更するのか心配。わかんないですよ。なんでこれで追って、あれですよね。あれですよ。女キャラになってるのかよくわかんないですよ。髪型。この髪型にせよ、さすがに男ですけど。取ったやつがいい。わかんない。どれが取ったやつかわかんないっすね。
デビルワインか。これですね。紫みたいな感じ。顔。あれなんですかね。顔元に戻してもいい気がする。元に戻しますか。はい。これか。これがあれなんですかね。どんなキャラなんですか。え、どう見ても男の声ですね。あれいや、なんかわかんないです。なんで性質が変わったのか、マジで意味わかんない。ああ、じゃあこれでいいっすね。はい、結構。同じ髪型になりました。これはあれかな、クリアしたことで会話は微妙に変わってんですかね。グランテホップになんかダーリンに伝言を頼むって、クエストではなさそう。あとあれが気になるんですよ、あの学園生活とかあんのか。学園生活あったら面白いですけど。よく作ったなっていうのもマジで感動します。一旦まず、じゃあ、連動行きましょうか。で、セーブして、パートを分けます。そしたらそのまま放置してれば大丈夫と思うけど、なんか映んなかったらリロードしてくれるとありがたいです。あれちょっと待って、あれなんかクエストを開始する流れになってないですけど、でもなんかグランドタイプアップはありますよ。あれなんで、なんか条件があるのかな。ストーリーのボスモンスターと私エンディングを見たことがあると、復活、教会で復活の呪文を教えてもらえるようになります。この復活の呪文をドラゴンクエスト10をオンラインで入力すると最初から強い状態でキャラクターを作成でき、物語の続きを楽しんだり、オフラインとは違った遊びや様子を楽しんだりできます。もう一つのドラゴンクエスト10の世界も覗いていませんか。オンラインを進めてきましたね。復活の呪文。いつでも聞ける感じなんですか？いや、これ、打っちゃダメです。レジストリ交渉と、セットになったのか。あ、じゃあいいっす。じゃあいいや。はい。盗まれることはなさそうですね。じゃあ一旦ちょっとパートを変えたいと思います。なんか確認した方がいいかもしれないですね。何するか、ああ運行中止してる。ああちょっと待って、なんか条件足りてねえな、やっぱ条件が足りてねえじゃねえか。マジで意味わかんねえ。
かな。あら、ずいぶん可愛い子ね。私はスギムっていうの。船舶管理局の責任者よ。あなたの聞きたいことは分かってるわ。いつ出航できるか知りたいね。大陸を包む紫の霧が消えないのはちょっと気がかりだけど、レンダーシアの近海は穏やかになったの。グランドタイタス号の修理さえ終わればきっとまた以前のようにレンダーシアに行けるようになるはずよ。夢と希望を乗せてレンダーシアに旅立つ時がグランドタイタス号の最も輝く瞬間なの。またあの光景が見たいわね。今はみんなのために修理を頑張ってるところよ。出航する日を楽しみに待ってるね。いや、それじゃわかんねえ。何がトリガーになってるのかわかんねえな。これ調べねえとダメかな。いや、これ調べねえとわかんないですね。なんかトリガーになってるの。いやいや、だって全部終わってんじゃんな。今は自分が来たようだからレベルが単純に足りてないのかもしれないですね。まあちょっとその辺調べて再開しましょう。調べて、それをその条件をどうにかした方がいいっす。ちょっと調べます。まあ、レベル上限解放クエストをクリアしておいた方がいいですね。ああ、やたらのコンセージに話せってなってますね。ちょっとやたらのコンセージに。行きましょう。
これか。確かに、クエストマークつく。あれでも、このクエストマークは魔法使いのクエストじゃねえのか。チッスね。案内を見る。クエスト案内を見る。どれ買っちゃったっけ？これじゃねえ。もしやキーエンブレム10個手になさったんですか？なんとここまで素晴らしい宝石をお持ちのお客様にまして初めてお会いしました。まあ、私どもがご案内できるとはすげえございません。素晴らしい。アメージングワンダフル。すいません。航空名前取り回します。はい、そうですね。ここ、手より先、モンスター様の心の中、好きなように旅をされてみてはいかがでしょうか。で、その案内、福引きなのか、なんか全然違うと言ってますね。違う。ああ、やっぱ条件が足りてねえんだ。もしかしたらなんか一回リセットしねえとダメなのかな。違うか。全旅のところにコンセージのクリアが必要って書いてありますけど、これさすがに終わってると思うんです。あ、終わってる。いや、マジでわけわかんないです。わかんないんで、ちょっといろいろ試してみます。というわけで、一旦配信切りますか、じゃあ。一旦配信切ります。うまくいったら続きやる感じにしようかな。どうしようかな。もしかしたら一回リセットしたらうまくいくかもしれない。リセットしてみますか、リセットして、で起動してみます。条件あんのかな。でももともとあれですね、ついてるやつを買ってるはずなんですよね。ギーレシ付きのやつを買ってるはずなんで、うまくいくと思うんですけど、なんか配信条件ってあんのかな。これかな？ DLC。 ああ、すでに存在していますってなってんの。はい。うん。今すぐプレイにしとけばいいのかな。
タイトル変わってる感じはしないです。プレゼント受け取るとかも関係ねえよな。はいはい。ですから、レンダー社のチェックのために今は自分を鍛えよう。ってのはよくわかんないけど。なんか条件が足りてねえのかな。まあ考えられてたらこの仲間のレベルが足りてないっす。50いってないっす。モンスター50いってんね。その DLC をプレイできない不具合が発生してしまう。正しいです。うん。いや、ちょっとわかんねえやさ。試しときますね。はい。というわけで、一旦試して、うまくいったら開始。というわけで、よろしくお願いします。まあ、つってももう1時半なんで、もしかしたらそのまま寝るかもしれないですけど、はい。まあ、一旦、終わります。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。